ちは。こんにちは。先日ソフトバンクの内川選手の引退セレモニーがあったね。一軍で一打席も打席をもらえずにっていう言葉がすごく印象的だったんだけど、内川は他の球団でね、まあユニフォームを着れるチャンスがあるかなっていうふうに思ってますし、あとその現場に王さんがわざわざ来て、すごくやっぱ王さんの人柄というかね、そういうのを見れてなんかすごくほっとしたというか、まあ内川も王さんにね来ていただいてすごく嬉しかったんじゃないかなっていう、まあ悔しさもありながら感謝もあいつのことだからしてると思う。だからわだかまりなくね、他の球団に行ってプレーをしてくれることを望んでます。また新たに巨人から14名、ヤクルトから7名、ね、なんか嫌な季節になったよね、うん、やっぱりこうどうしてもドラフトがあって、戦力を補強するとそれから漏れてる選手は、まあ、戦力外になるということは毎年のことなんだけども、まあ、ジャイアンツは今年20名近く、まあ、補強したということで受ける選手はたくさん出たんだけど、だけどジャイアンツのその方針としてやっぱこう緊張感、大量解雇するもうダメだっていうふうに思った選手は非常に切っていくという、そういう緊張感がまたなんかこうチームを強くするんじゃないかなっていう、そういう思いがするな。それとコーチ経験をしてると、あ、この選手はまだゆっくりしてんなとか必殺が足りないなっていうのが見えるとどうしてもこう色あせて見える。そのプロのユニフォームを着ることによってもう達成感があるというかね、そういう選手も中にいるし、だからそういうんじゃなくてやっぱ取った以上は戦力になってもらわなきゃいけない、勝負をしてくれなきゃいけないという危機感というかね、緊張感、そういうものを持たすために、まあ、大量解雇に踏み切ったというね、そういうことがなんかチーム次長として伺い知れる。まず藤岡、ロッテ、日本ハム、巨人っていうふうに来たんだけども、まあさほど目立った活躍がなく、まあ、左ピッチャーということで他の球団が調査すると思うけど、やっぱり今のままじゃちょっと無理だね。投げててすごく弱気だなっていう面が画面を通してもこう見れる時があるし、そうじゃなくてやっぱり勝負をしてるんだから向かっていくという気持ちがないとやっぱり勝負にはもうならない。そういうことは原監督が一番嫌う姿勢だと思うし、だからまあこれはもう仕方ないかなという。でもまだ31でしょ、だからまだまだやれると思いますけど、切られたことをバネに頑張ってほしいなっていうふうに思うな。それからあの田原、これはあのすごくよく投げてて、尾花ピッチングコーチの時に尾花さんが買ってたのかどうかわからないけども、もう田原推しだったんだよね。それで222試合で何勝してるんだっけ。12勝、はい、12勝上げてて、まあ、ホールドが35、防御率が 3.13 というね、はい、222試合で 3.13 という防御率っていうのは、でましてはその変則だし、まだまだ31歳ということで、これは他のチームに行ったら戦力になるかなっていうような、特にあのパ・リーグっていうのは変則のピッチャーに弱い傾向がある。速いまっすぐには強いけども、ちょっと変則気味のピッチャーにちょっと弱いイメージがあって、パ・リーグだったら通用するかなっていう感じは受けてます。だけど、切られたことを、戦力外になったことを誰のせいにするかが問題で、いや、俺は嫌われてんだとか、他人のせいにして首を切られて他の球団に行くんだったらもう進歩がない。だけど、あ、俺に足りなかったことは、これだっていうふうな思えるような、そういう気持ちが残ってるんだったら自分を責めてそこを目標として次へステップすれば必ずなんか田原は通用するような気がする。巨人の中継ぎ陣だとかそういうのを見てるとやっぱこうパワー系のピッチャーを欲しがってるよね。で変則とかその遅いボールで、勝負するというよりも変則で勝負しようとしてるピッチャーよりも原監督はなんかこうパワー系、左は変則が欲しいけど右はなんかパワー系のピッチャーが好きだね。だからやっぱ使われる指揮官だとかそういうことによってもやっぱり自分の立場っていうのは変わってくるね。
で他に育成の選手がかなり切られてるんだけども、やっぱり姿勢はどうだったのか、そういうことが、あ、だからまだまだ1年目だから2年目だからまだ置いてくれるだろうだとか、そういう甘い考えっていうのはやっぱプレーに出てくるから、日々必死にやらないとやっぱダメだということだよね。ヤクルト、ヤクルトは全てピッチャー斜め、はい、ねえ、はい、ピッチャー斜めって、ピッチャーヤクルトっていうのは手薄だ手薄だって言われてて、でピッチャー斜めを切った。まあ確かにいいピッチャーは入ってきてるし、育てたいというねピッチャーたくさん出てきた。まあそれによって席を空ける。まあ例えばその巨人が緊張感を持たせるんであれば、ヤクルトは席を空けて、だからチームが変わろうとしてるよね。だからある程度のベテランだとか実績があってもベテランの選手を切ってる。まあ近藤なんていうのは、近鉄時代のユニフォームをね着た選手の一人だけど、まあ岩隈、近藤、坂口って残ってたんだけど、もう坂口一人になっちゃうよね、近鉄の出身の。ただ近藤の投げっぷりを見てると、まあ37歳だっけ、37歳っていう年の割にはなんか若いような気がするし、投げっぷりもいいし、なんかどっかで使えたらいいなっていうふうに思うよね。で風張り風張りなんていうのは27歳だっけ、はい、27歳って言ったらまだまだねできると思う。であとは山中っていうのがいくつだっけ、35歳の割には体が若いんだよね。珍しく遅いボールで勝負するピッチャーなわけで、変則だし、ただ中継ぎとするとやっぱ球が遅いだけに怖いんだよね使うのは。ただ先発で使うにしてはやっぱそれだったらもう若手にチャンスを与えたいかなっていうふうに思うよね。場所が変われば、その監督が変われば考えも変わるし、まあ、どっかでできるのかなっていうふうには思ってるけど、まさか近藤とか風張り、山中とかね、思い切ってヤクルトも行ったなっていうような感じがしてるし、うん、まあ、それにはやっぱ期待する若手の成長をもう計算づくで投手7人を切って、席を空けたというね。まあ今日で22人だっけ、戦力外通告を受けた選手たち、まあ、この中で何人残れるかね、他球団行って残れるかわからないけども、まあ頑張ってほしいと思う。だけどなぜ戦力外通告、私も戦力外通告になったことがあったのね。で大量解雇ということがあったけど、それをこう恨みつらみだと先に行けないし、進歩がね、やっぱり自分に非があると思えばそれを反省し次へのステップにできる。だからそこをよくやっぱ考えてほしいなって思います。中日の吉見投手36歳で今季限り現役引退を発表されました、ね。まあ、中日のエースが36歳でね引退するというね、まあ、一時代を築いた投手だけにすごく寂しく感じるよね。ただ、まあ、中日ってさ、山本昌が50歳まで投げたのかな。あそこはベテランをユニフォーム脱がさない球団で、吉見はまだまだやるのかなと思ったら、まあ、36歳で、ユニフォーム脱ぐということでね、なんかすごく潔さと、なんかこうエースとしてのそれがプライドなのかなって。やっぱり自分の投球ができなくなった、そしたらもうマウンドに上がる資格はないという、なんか自分で線引きを引いてユニフォームを着るというふうに、まあ、聞いてるけど、でも2011年になんかすごい3冠取ったよね。そうですね、最多勝、最多勝、最優秀防御率と最優秀投手、うん、まあ最高勝率だよね。だからこの3冠に輝くっていうのはさ、並大抵のこう投手じゃなかったというね。で通算成績もすごいよね、222試合に登板して、うん、90勝56敗、はい、11ホールド、はい、22試合完投、13試合完封、うん、844奪三振、うん、防御率 2.94、 防御率が 2.94 ってさ、2点台を誇ってるっていうのは
やっぱりどれだけいいピッチャーだったかっていうのがすごく分かるよね。吉見が勝てなかった時にトヨタ自動車の旧先輩の金子千尋にね、まあその時はオリックスだったんだけど、話を聞きに行ったんだって。どうやったら勝てるかって、お前初球の大切さ意味は分かってるかって言われたんだって。初球から球威がないんだから勝負なんだと、だから初球を大事に投げろということを、やっぱりピッチャーって勝負球が大事だって言うじゃない。だけど金子千尋に聞きに行った時にはもう初球から勝負なんだと、初球をとにかく大事に投げろと、そしたら勝てるようになるって言って、その教えをね守ってやりだしたら勝てだしたというね、まあそういう話があるんだけど、やっぱりずっと吉見は金子千尋の背中を追っかけてて、だからやっぱりスタイルが似てるんだよね。だから非常にコントロールがよくさ、いろんなボールを操った。で谷繁も言ってたけど、まあ確かにコントロールはいいんだけど、球威がないと。で吉見と話をして、でどういう話をしたかというと、配球の組み立て、こうこうこうやらないと、でこういう球がないと通用しないよっていうことで、もう本当に投げる前は谷繁とマンツーマンで配球のことを話したりとかいろいろして勝てるようになったっていうんだよね。やっぱりみんなの支えがあり、それをこう実践することが吉見ができたんだろうね。まあそのぐらいやっぱこうポテンシャルは高かったけども、勝ちにこだわるピッチャーだったよね。でいいピッチャーの条件ってやっぱりさ、勝ち越してるかどうかなんだよね。で90勝56敗34の貯金、勝ちの方が多いんだよね。まあ例えばさ、100勝しても110敗してるとかマイナスだと、やっぱこうチームにとって貯金はできてないわけだから。でも吉見が34の貯金ができてる、まあ確かに優秀な野手とか強かった時期に投げてたピッチャーだから、そのぐらいのことはできるっていうふうに思う人もいるかもわからないけども、なかなか34の貯金を作るっていうのはさ、なかなかできるものではないし、コントロールの本当に素晴らしいピッチャーだったよね。で引退理由が、球団を通じてのコメントが、まあ、体は元気なのでまだプレイヤーとしてやりたい気持ちもありますが、家族と相談した末、将来指導者ということをしてみたい気持ちがあるということで、次のステップへの移行を考えて決断したと、だから36歳って言ったらさ、本当に今じゃさ、まだまだできるっていう感覚があるでしょ。だけどそこでやっぱエースのプライドとしてやめていく、でも自分は投げたいと思うよ、でもそういう気持ちがあればあるほど次へステップした時に燃え上がるものがある。だから吉見は、俺はそういう自分で決断したということは素晴らしいことだと思うし、その指導者の勉強もね絶対するだろうし、で自分の夢が指導者だって言ってるわけだから、俺は必ずいい指導者になるだろうなっていう、もう予想もつくよね。であれだけのコントロールのいい、まあここ数年ね、あんまりこうマウンドに上がる機会も勝ちに恵まれることもなかったけど、自分が降りた時でもずっとベンチの中でベテランになっても応援してるんだよね。だからああいう姿を見てると、やっぱ野球が好きなんだな、勝負が好きなんだな、勝つっていうことが好きなんだなっていうさ、そういうことがうかがい知れてた、まあ一人の人間像があるのね。だからやっぱそういうものをこう若い選手に注入していくと、おそらく吉見ってハートが熱い人間だと思うしね。そういうも今若者ってさ、熱い気持ちはあっても表現が下手だよね。だからそういう表現の仕方もなんかこう指導者となったら教えてってほしいなっていうような気がするね。まあ俺も吉見のピッチングの時に解説したことあるけど、やっぱテンポも良かったし、なんかこう配球で相手を打ち取っていくから、やっぱ解説をしてても面白かったんだよね。今すごくパワー系のピッチャーが多くなってきて、駆け引きというよりも力対力の勝負をするから、まあ解説というよりもどうぞご覧くださいっていう、そういったスタイルにはなってきてるのね。でも吉見とか投げてると、いやここでインサイド行くか、ここで外のスライダー行くかとかさ、いやここ落としてくるかとかさ、
なんかそれを考えながら解説をしてたのをすごく覚えてるのね。だからああいうなんていうかな、こう技術の高いさ、コントロールのいいピッチャーが一人球界を去るっていうのはすごくやっぱ寂しい。ああいうピッチャーを解説するのはなんかすごく楽しかったよね。打席に入っても駆け引きができるピッチャーっていうのはすごく楽しかったし、なんかこうベテランが去る、一人の技術者が去る、まあ指導者となってね、そういう精密機械みたいなのをやっぱ育ててほしいなっていう風な思いが僕の中にはあります。ぜひね、外から見るのと自分がマウンドに立ってるのでは全然違う。あ、なんでこういう気持ちで投げれなかったのかなっていう気づきが必ずバックネット裏から野球を見てるとあると思うよね。いっぱい勉強してまたその球界にコーチとしてね呼ばれるのがね、なんかそういう姿も想像すると、なんか今からこう引退はするけども、なんかすごくそういうものを楽しみに、待ってますね。本当に現役生活今年で終わりますが、本当にご苦労様でした。忘れられないのは金子千尋と吉見が投げ合った試合ね。吉見が絶対金子千尋と一回投げ合いたいっていう、それが去年かな今年かな、去年だったっけな、なんかそれが実現したのね。その試合はそういう逸話を聞いてただけに、そういう思いで見てた俺には思い出があって、それを私は思い出にしておきますね。必ず帰ってきてね。お疲れ様でした。